ケット語は、シベリア中央部に住む少数民族ケット人の固有言語。現在ケット人は千数百人いるが、ケット語話者は600人ほどに減り、この言語は絶滅の危機に瀕している。近隣に住むユグジンの言語に近く、またかつてシベリア南部にいた諸民族の言語も同系統と考えられるため、エニセイ語族としてまとめられている。便宜上、 コシベリア諸語に含めることもあるが、他のシベリアの言語とは大きく異なる。ただし、テュルク諸語からの借用語と見られるものは多い。方号語、脳核言語的な特徴や、認証代名詞などに関して、北米先住民のナデネ語族や、ヒマラヤ西側のブルシャスキー語などに似た点もあり、これらと同系統とする説もあったが、言語学的に広く認められたものではなかった。 しかし、2008年に、エドワード・バイダにより、エニセイ語族とナデネ語族が、同系統であるという仮説が提唱された。これは、同種形態論や、音韻の比較による厳密な方法論に基づくもので、多くの言語学者から指示を得ている。この二つの語族を合わせて、デネ・エニセイ語族という呼称が提案されている。ケット語は、シベリアの言語では珍しく成長が見られる。 1980年代に、キリル文字をベースに新たに創作されたアルファベットハット、ホマーストルーム、ハラルド・フォークル、ロバート・ハスペルマス、マーチン・エトール、エズ・ケット、グラタラグ2.7、イエーナ・マックス、 プランクインスティチュートフォーザサイエンスオブヒューマンヒストリー http コロンスラッシュスラッシュ glottolog.org スラッシュリソーススラッシュ l a n g u i d スラッシュ id スラッシュ kett1243 ばだ。エドワード J、ケット、ランゲージズオブザワールド、ISBN3 から895862215。ありがとうございます。